生石の、弥生時代の稲作をここで再現しているそうです。ここは稲作、弥生時代に稲作をやっていたという登呂遺跡です。弥生時代に稲作をやっていたというのことで再現されています。こちらは登呂遺跡です。で、高知製集落とで、縦穴式住居、ちょっと見にくいですが縦穴式住居があります。縦穴式住居に入ってみます。中は階段です。天井こんな感じです。ここで火を焚いていたと思われます。藁の跡だと思います。フラッシュで撮っています。入り口がすごく高齢者にとっては厳しそうな感じがします。じゃあ外に行きます。別の、縦穴式住居も撮ってみます。入り口は結構狭いです。大体1メートルちょいぐらいだと思います。上に何かありますね。何に使ってるんでしょう。